あっちそっちあっちです。とみとみのみちゃんです。みみです。おかえりです。しゅんしゅんです。うわー、予算別春休みの遊び対決。イエーイ。今回は普段忙しいボンボンメンバーが予算別で春休みを楽しむ企画だ。しかしメンバーの中には罰ゲームを受けながら遊んでる楽しんでない人が紛れ込んでいる。みんなはそのメンバーが誰か当てられるかな。じゃあまずは朝のターンやっていきます。はい、はい、朝のターンはわさびを口の中に入れてみんな遊んでます。ほう、はい、これは分かりやすいでしょ。分かりやすいかも。だって食べた時とかに見えるかもしれない。確かに、うん、いいから。TikTok を撮っていこうかなと思います。 TikTok はカメラを正面に置いて、チクしてんな。泣いてる。でもいつもミミこの口やるからな泣いてる泣きながら手作ってる。楽しいな、これ。楽しそうじゃない。食べました。やらされてるの誰かに。自分のあれだよ、息臭かったね。いい感じかな。もう意味大体 TikTok 片方のほっぺ膨らましてやるかベロ出すかどっちかだから、だからなんかそれしかやんねえなって思いながらいつも見てんだけど。あら、かわいい。おはようございます。今日は休日なのですが、お金予算は0円です。0円なので無料でできることで今日は充実させたいなと思いまして。まず喋り方変だな。朝なんですよ。パジャマに目を覚ませるために筋トレをしたいと思います。あー、筋トレ。筋トレね。いつもしないけどね。予算ゼロだった。確かに。言うな言うな。はい、やってるって言うんだよ。え、食べてるこれ。え、筋トレ全然負荷が上がってないよ。いいよいいよ。うん、これ意味ないよこれ。え、でもね、これぐらいが一番いいって言われたことあります。あ、そうなんだ。やろう。10回だ。もう無理。めちゃめちゃ YouTuber みたいな思いますね。え、わかんねえ、なんか食べてたね。これがわさびかどうかわかんねえな。私は、ね、あー、なるほどね。トミはいくらだっけ。私は1万円です。トミトミトミちゃんです。はい、というわけで今日はお休みの日ということでパン作りをしていきたいと思います。というわけでね、エプロンもしてマスクをつけてやっていきたいと思います。こねていきます。うわー、すげー。じゃーん、発酵し終わりました。結構時間かかるんだよ。発酵し終わった。編集もちゃんとやってんだ。こんな感じです。ごい、膨らんでる。パンパンになりました。パンはどうでもいいんだよな、口の中みたい。確かに。ドミちゃんでもなんか罰ゲーム効かないからな。でもマスクしてんな。ね、俺は分かりづらいんじゃない？だいなんか話し方も分かんねえな。こんな感じ。おーい。すげえ。ミッツさんが誰か分からん。ね、ロビーやばってるだけでしょ。4人しかいなかったね。こちらです。うわ、でかくなってる。顔じゃなくなった。邪魔やな、猫。邪魔だよ、お前、猫。あえて、あえてか。あえて、かわいいって言われたいのに。あえて。あ、このシーンいらんな。マジいらんな、これ。かわいい。邪魔やな、猫。邪魔やな、猫。ねえ。全然だよ。かわいい。まあ、9割ぐらいいらないし。ねえ。マスクしちゃってるし、しかも全然関係ない。関係ないよ、こんなもん。いや、ドミちゃんは微妙だな。ドミちゃん参考にならないんだよ。見なくていいと思う、動画。今回のやつ。じゃあ次はヨッツさん。じゃあ行くよ、せーの、はい。僕です。お休みをいただいてということで予算を1000円いただいたので休み過ごしていきたいと思います。最年長の僕が1000円してもらえないのはちょっといろいろインタビューがあるんですけども、まあ、大人のこれが大人の休みの過ごし方だぞっていうことをね、見せつけていきたいと思います。まず最初はね、ドライブを。そこにいたらいいじゃん。いやいやいや、ちょっと野球をね、やっていきたいと思いますよ。野球に行く途中だったんですね。いやなんかね、口もごもごしてんだけど、ドライブ楽しいな。全然楽しそうじゃないの。まずヨッチさんが運転中にわさびを食べるのは危ないからやらない。わかんないよ。多分ね、あんまやんない方がいい、そういうこと。
でもゆっちさん違うかな。もう一回見れないもんね。でももう一回見ても変わんねえもんな。全然見れなかったから。私のだけ見ていいよじゃあ。いや、いらない。まあ、あれは今回だから。一人だけ。動画削除してもいいぐらい。うん。いや、おかゆでいこう。おはい。まあ、最初だしね。うん。普通にもぐもぐしてたおかゆで。いきます。これでもこのクイズどういう感じかわかる。なるほどね。うん。じゃあいきますよ。はい。朝のターン。わさびを口に入れてたのは。わさびを食べているのは。おかゆです。あなつんする。おかゆです。よーし。あなつんする。切れてる。怒ってる。いや、休日にわさび食べると思わなかった。まあ、確かに。嫌だよな。しかもゼロペースだ。わかりやすかったわ。はい、というわけで、ひなのターンやっていきましょう。はい。ひなのターンは、激まずジュースを飲んでるのは誰だ。これは難しいよ。難しいよ。どういうシチュエーションでなのかいろんな。せーの、みーみでーす。はい、というわけで今回みーみは500円しかないので、そんなにお金がないんですけど、まずは、ご飯を飲みたいなと思います。いいよ、すいません。それでは。はい、というわけで。芸能人だ。芸能人だ。女優じゃん。本当やばいでーす。女優じゃん、マジで。頑張りまーす。レイバンかけてよ。はい、買ってきましたー。今回ミミが買ってきたのはプッチンプリン、かわいいな、ドムヨーグルト、焼きそば UFO を買ってきた。いやいやいや、差がすごい、差がすごい、すごいって書いてある。それでは食べていきたいと思います。いただきます。おいしいわ。じゃあうまそう。はい、まずいジュースはこれか。これ、これでこのサラダ。美味しそうだよね。ちょっと待って、いや分かんねえな。今 のミーミーは絶対なんか飲んでないんだよね。ミーミーは飲んでない、何にも飲んでない。コップ傾ける角度が違うもん。さすがにプッチンするよね、これは。プッチン、プッチンしないの。プッチンプレイ、プッチンしないの。なんで、はい、ってわけでプッチンが楽しみだよ。いや分かんねえ。なんかね、コップ傾ける角度的に何も飲んでないような気がしたんだよね。ああ。じゃあ続いて、おかゆちゃん。はい。こんにちは、おかゆです。お昼ご飯を食べようと思って、でも予算ゼロ円なんですよ。だから、まさにめっちゃテンション下がってる。クレーンゲーム企画で撮りました。ああ、撮ったな。これは企画で撮ったので、ただですね。まあ、そうだな。わさびだ。グミみたい。グミ、これ美味しいよね。グミのことない。これじゃあお腹も満たされないから、ちょっと水道水をいただきたいと思います。つらすぎる、休みがつらすぎだろ。めっちゃごめん、ご愛嬌をいただきます。ごめんのかよ。ごめん、おかゆちゃん、何もごちゃもらえばよかった。確かに。いや、でもいい育ち方やな。ちなみにお家にはまだケータリングでいただいたカップ麺があるので、お腹がもうどうしてもができない。それ食べてほしかったわ、逆に。まあ、うちにケータリングは全部お弁地に行くからね。いやー、違うと思う。練習でさ、カットされてる可能性もあるから、まずいじゃない。それさ、それなんかやばいよね。全然違うよ。編集割りだったらもう分かんねえじゃん。うん、いや、この子だけかもしれない。え、そう。編集割り。のみちゃんです。のみちゃんです。私はちょっとね、1万円ということでお金がいっぱいあるので、Uber Eats でお寿司をね頼んでいきたいと思います。うわー。はい、こんなにいっぱい頼んでいきたいと思います。じゃあ黒糖ミルクにします。はい、というわけで届きましたー。猫。インサートでーす。また猫、また猫。邪魔だ猫。邪魔だよ、シッシ。邪魔だよ。だめだ。ガガガガついてないよ。撮ってんだから。うわ、うまそう。いらねえこのシーン。そうだね。早くなんか飲んで。いらない、いらない。このゴンちゃんちげえな。飲んでいきます。ゴンちゃん、ゴンちゃん違うだろ。入れてるから最後。うん。おいしい。マジいらない、しんちゃん。おいしい。
こっからでいいんだよ。うわ、うまそう。なに、もうお腹いっぱいになったの？全然食べてないよ。やばい、お腹が。どうでもいい動画だったねえねえ、なにこれ、めっちゃキッチン綺麗やん。はい、というわけで、ウーム野球部から帰ってきましたね。楽しいドライブと楽しい野球を楽しみました。またこれは、というわけでですね、ドミちゃんと一緒ですよ。朝からね、何もね、食べていませんので、お昼にしたいと思います。イエーイ。これ予算だと思う、で、予算がね、制限なんですけれども、一つに全振りしました。それがこちらです。サーロインステーキ942円。お肉だけじゃちょっと栄養にね、数ある YouTuber だからマスオさんなんだよ。さあ、完成しました。こちらでございます。ハンバーグみたい。こちらです。食べていきたいと思います。なんで数ある中で YouTuber だから正金さんなんだよ。いただきます。こいつをプレゼントさんのトップ YouTuber だと思います。さあ、お野菜にもね、塩すごい合いますからね。パッパッパッパーってかけててね。いただきます。確かにステーキもダイエット飯や。うん、ハンバーグしたからね。うん、喉を通り抜けた時の喉の潤いがすごい、うまい。あー、うまい。いやー、お茶だな、ただの。誰だろうなー。待って、ミーミーがあの飲んでるか微妙なやつで、おかゆが何してたか覚えてなくて、水道水、あ、水道水ね。いや、ミーミー、ミーミーでいこう。激マズジュースを飲んでいたのは、激マズジュースを飲んでいたのは、僕でした。うわ、そういう感じか。こら、こら、こら、こら。はい、というわけでシュシュは外したので罰ゲームでーす。よっしゃー。じゃあいただきますね。はい、どうぞ。いや、シュエルです。いただきます。いや、もう、なんか、不思議。なんか、テーマパークで飲みそう。テーマパークでも、まだカレーパンサイダーだ。すごい、すごい。そのまんまカレーパンサイダー再現できてるじゃん。すごいね。すげえ。はい、じゃあ次は夜のターンやっていきましょう。はい、夜のターンです。よっしゃい。はい、夜のターンはビリビリをしながら遊んでる人がいます。おお。はい、それを当ててください。わかるでしょ、これさすがにね。絶対リアクションしちゃうもん。今ドミちゃんはあのあんま反応ないから見なくてもいいと思うんだけど、他の3人で判断する感じかな。ミミです。はい、というわけで今からミミは髪の毛を巻いていこうかなと思います。端っこで撮ってるやん。これを撮ってほしいので可愛く巻けたらなと思います。コテはこちらサロニアさんのコテを使っています。32mm、 180cm。 もっとちゃんとハキハキしゃべりゃいい。それでは、行きましょう。ビリビリ今もしてるんだとしたらしてるんだよね。うん、今日めっちゃ雨降ってますね。いやー、どうだろうな。ミーミー家で普通にプライベートビリビリやるからな。確かに。うーん、わざとらしいね。やばい、片方負けました。これ片方負けたらもうキープでガチガチにしていきます。そしたら反対も同じように巻いていきたいと思います。まーし、やばい、痛い。え、何よ。痛い、痛い。まあ我慢してる可能性あるからな。はい、巻き髪終わりました。バイバーイ。失笑。バイバイ失笑。いや、これは普通にわからん。痛いしかわからん。いきます。はい、ポチ。こんばんは。
すっかり夜も暗くなりまして深夜の0時です。老けすぎじゃない。夜にできることはお散歩しかないなと思って今日初めての外に出てます。本当はね広い公園とかに行きたかったんです。でもその気力がなかったで一日パジャマで過ごしてしまって、ちなみにコートの下はまだパジャマです。ちょっと台本用意して台本コメントどこだ。公園に来たみたいな気分になりたいなと思うので、なんかお花探そうかな。謎の行動。え、これさ、お星に罰ゲーム受けてんだとしたらビリビリしながら歩いてるね。変態じゃん。お花ありがとう。あったじゃん。あ、この花がある場所住んでんだ。怖いんだけど。怖い。無事お花見つけられたので帰ります。いやー、路地危ないね。でも路地危ない。ビリビリしてるか。ビリビリだな。してたらすごいね。はい、じゃあドミちゃんです。ドミちゃんです。休日の締めということで、私が大好きなカラオケに来ました。うわー、金持ってるな。アイドルの曲を歌うことが多いので、今回もそんな感じでいつも通り過ごしていきたいと思います。あー、ありがとうございました。ちょっと右ずれたら罪なんだ。出ました。え、まだいらなくない？え、90点出せない俺に言わなくてよくない？今95点、なんかいい点数出して切れればいい。ビリビリしたことめちゃめちゃ体で楽しいんだ。はい、というわけでドミちゃんの休日でした。バイバーイ。はい、じゃあ次ヨッツさん見ていきましょう。ごめんね。次ヨッツさん見ていきましょう。楽しんでたね。見ていきましょう。はい、はい、時間も空きましたので外でね作業をね、パソコン作業をしていきたいと思います。え、外で休みだよね。おしゃれ、ね、確かにいいね。はかだえサウナじゃないのこれ。え、泣いてる泣いてる。あ、すげえやんただの。早い。もらった早い。いや、よっちさんプライベートでビリビリ受けたらどういうリアクションするんだろうな。わかんねー。わかんなくなった。今のとこ誰で迷ってますか？いや、全員わかんない。ミニミニ行こう。はい。痛いって言ってた。さっきもなんかインサート撮るとき痛いって言ってた。聞きます。ポチッ。ミニミニをしていたのはうわぁ、やったー、逆だったドミちゃんでした。はい、えーePrintでブロマイド発売中。みんな買ってね。すごい。あしてました。お疲れー。